はい、えー、こんにちは。深夜のこそこそ話、舞姫大学のなみさんからの動画をもとに変身動画としてお送りしておりますけども、まあぜひね、他の方も、このやりとり、こっそり見ていただければと思います。今回はですね、FX の環境認識についてと、ちょっとだけね、オリガルヒーのことについてちょっとお話ししようかと思います。えっ、ー、と、まずはね、環境認識なんですけども、こういう言葉を使うと結構ね、 あのあ難しそうだなっていうふうに構えちゃう方もいると思いますけども単純にですね F x ってのはどんなものなのかってことを分かりやすく分かりやすく分かりやすくお話しするとサイコロなんですよこれはどういうことかっていうとサイコロがパッと振っっててね出る目ののは分ですよねで10回ぐらい振って1回も出ない目ってのは10回ぐらい振るともしかしたらあるのかもしれないです。例えば10回振ったんだけどお この10回では5が出なかったよねとかね30回振ったんだけどあれ1は2回しか出なかったよねみたいなねでサイコロっていうのは不思議なもんで振る前は何が出るかは6分の1なんですよでも振り続けると偏りが出てくるんですよつまり確率っていうのは6分の1にサイコロを作ってもその6分の1に近づけるためには数万回とか数十万回 その動作を繰り返さなければ偏りが出てしまうんですよ。究極究極の偏りは一回ですよね。一回サイコロ振ると極端な偏りが出ます。例えばサイコロ振って二が出ました。あれ？六分の一のはずなのに一回振ったら二が出る確率百パーセントで確定したよってことになるんですよね。で二回振るとどうでしょうか。多分別の目が出るでしょうね。でも二が二回連続出る可能性ってのは。 分分の1かけ6分の1つまり極端な36分の1っていうのになるわけなんですよ。不思議ですよね。パッと振って2がが出出ました。2が出る確率は100分の1でも2回目を振ろうとした時には2が続けて出る確率は36分の1になってるんですよ。ねまあ、これを考えるとちょっと頭が痛くなるんでもう1回整理しましょう。Fx はサイコロだよと環境認識はサイコロだよってどういうことかっていうと。 今まで100回サイコロを振ってきました。そうするとサイコロを振った目に流れができるんですよ。ね。なんか1が出て5が出てで4が出てで2が出て6が出る1が出るみたいな感じでね1から6までをグラフにするとこんな感じでまさにチャートを描くように動いていくんじゃないかなと思うんですよだったら今まで出た目をこう並べていってる実績を そこに一定の流れや法則を見出すことによって、これからは大体こんな形で目が出るんじゃないかなっていうふうに想像するんですよね。なんせ常に6分の1のものに対してこれから出る目を予想していくわけですから、これはわかるわけないんですよ。わかるわけないところに少しでも手がかりを設けようと思って過去の実績から未来を測る。これがテクニカルの原点だというふうに聞いてます。そうなるとね、ここからは FX の話になりますけどもドルを買って円を売るその積み重ねが何十万回にも積み重なっていって FX のチャートを作ってるときに投資家さんはみんなね値動きを見てるんですよ過去の値動き現在の値動き見てるんですよね過去の値動きと現在の価格を見てますよねじゃあその流れの中で次からはどういう形になるかなっていうふうに みんんんな想像するんですすするるででよよ仮説予測するんですよ、ね、その中でも予測が当たりやすい人とあまり当たらない人っていう偏りが出てきますこの偏りに対して誰が一番予測が上手かなっていうふうに全ての投資家さんは見ているんですよねで一番その未来予測が上手なのがテクニカルなんですよね 誰が上手とかじゃないんですよテクニカルがものすごく過去の実績から未来の形を言い当てるのにうんものすごく上手なんですよねだから誰かについていくよりもテクニカルについていった方が私はいいなと思いますだから FX オリガリーってのはテクニカルにとにかく忠実にやることこれに重きを置いていて誰かの言うことについて行こうよっていうことではないんですよね でもテクニカルを正確に伝える人使える人の解釈を聞くことを学ぶことによって自分のテクニカルに対する誤解が解けていくことによってテクニカルにより近い思考方法や環境認識ができるようになるんではないかなというふうに考えてます。ですので私もね最初1年目に学んだ1年生だった時のテクニカルの捉え方では 全く利益が出せませまんでしたけども逆に有害になって資金を減らすばっかりだったんですけどもどこを誤解してるのかってことがコンサルによって確かめられたことによって誤解してるところを修正していくそして分からなかったことを分かるようにしていくその積み重ねをしていくと詰将棋のように今までハメにかけていたところをいわゆる当たるようにエントリーすることができるようになったし損切りしちゃいけない瞬間で 損切りをしていたものがそれがなくなったつまりテクニカルに対する解釈のミスがなくなっていったんですよねでそうするとテクニカルっていうのはこれからいつまででも使えるというふうに高い確率でね思うわけなんですよ今までの歴史を紐解いていくとおよそ500年テクニカルという考え方だけは残ってきましたね今では FX のソフトやエンジケーターやツールというのがあるでしょうけども そんなのはつい最近出てきたものばかりですよそんなものがない時代紙と鉛筆で取引をしていた時代にはもうすでにテクニカルができていてそのテクニカルをきちんと扱えるようになった人はパソコンなんてなくったって利益を上げ続けてきたわけですよ。で私はそこなんだと思うんですよね。FX オリガルヒというふうな今回のコミュニティを作ろうとしたのは。 ツールもも立派だよと自動化いいいんじゃないのでもそんなものがなくたって人間は勝ち続けていたし相話は読めていたんだよ。しかも識字率の高くなかった時代ですよ。当時は一部の人しか勉強を許されてなかったし数学の理論というのを学ぶ環境になかった。寺小屋みたいなところでね学んでいたのかもしれませんけどね。そもそも文字を持っていなかったわけですから。パソコンどころじゃないですよ。でも でもですよ、おそらく当時のテクニカルを使っていた人は、今の義務教育、小中学生を終えた、義務教育を終えた人よりも、教育レベルで言ったら低かったと思うんですよ。でも、低かったのにちゃんと相場を読み、そこで勝ち続けてきた。ツールもいらないし、ね、インジケーターもない。うんまあ、そもそもね、移動平均線という概念すらおそらくなかったと思いますよ。 まあこの辺はこれからねテクニカルの歴史を時間があるときに紐解いていきたいと思いますけどもね私はちょっとやったことないんですけども紐解いていくと結構面白いものが見えてくるんじゃないかなと売買のその量とあとはどのぐらい一人の人が買ったのかというふうなね資金の量とそういうのをずっと図評化していって 一つの偏りある形にしたときに次の偏りがどこに起きるかってことを高い確率で予測してそれを高い確率で当て続けてきたっていうところに支えられて現在の FX 市場ができてるとしたら最近出てきた指標なんてのはねもしかしたらいらないのかもしれないなと思いますよね。でいろいろとお話ししましたけどもまあ環境認識っていうのは、うん、サイコロに例えて。 言ってもいいいのかなというととうころねすごく分かりやすく言ったりですよ。そしてなんで私がテクニカルに忠実になろうとしているのかっていうのはまさに人っていうのはコンディションがあったりあの分からないんですよ。資金の量によっても気持ちも変わりますしね。で暮らしの中で起きたエピソードによって投資のモチベーションが変わってきたりとかして不確定なんですよね。だからもしねテクニカルを 正確に再現することができるような超シンプルツールができたとしたら、まあ、そういうものならね私は手を出してみたいなと思いますけどもでもテクニカーっていうのは感情の面もありますからね、うん、こんな形だからこうだろうみたいなねであとはテクニカーっていうのはどこ1時間軸を見てみると分かりますけどもパンと出てきたチャートの形っていうのが一見下げトレンドに見えても 操作トップのこっち半分が見えてるのかヘッドショルダーの一部が見えていた1時間軸なのかによっても変わりますんでどのぐらいまでの時間を遡って1時間軸を見てるかによっても全く受け取る情報っていうのは変わってくるんですよねでそういった意味では行く通りももののの環境認識っていうのは必要なのかもしれま,せんまあでも必要最小限私から見てね、えー、そんなものを通じて私と同じような結果が出せるような人 一人でも多く作れてていけばなと思ってます。おそらく年間で何千万とか何億稼ぎたいっていう人はまあいないでしょう。うん。それよりも現実的に月にね、数万とか年間で数百万とかぐらいがあればとりあえずはもう十分なんじゃないかなと。FX オリガルヒーっていうのはそこを目指すそんなグループにしたいなと思っております。はい、もちろん資金の余裕もよりますけどね。 資金の量にもよるんだけども、口座に1万円しかない人が毎月3000、5000増える。これは別に変なことじゃないと思いますよ。むしろ、口座に入っている1万円が毎月10万円になりました。これはなくはないんですけども、相当に難しいことをやらないといけないのかな。えそして、難しすぎて、プレイヤーが確認できないんですよね。本当に1万円が10万円になるってのはどんなロジックなんだってのを教えてもらっても、確認できないんですよ。鵜呑みにするしかないんですよ。 ででもどううしょうか。1万円の口座にある金額が毎月3,000から5,000増えますよと。で資金の量によっては10万円を使って毎月3万 5, 3, 5万が生み出せますよと。もっと言えば100万円が入れられるんだったらその100万円から毎月30万が生み出せますよってなったらこれ、うん、リアリティありますよね。だからなんかそこを目指すためにやっていければいいのかなと思うんですよ。うん、はい、えー。ということでいろいろと語りましたけども。 FX オリガルヒえっ、ー、とね今日ですか正確にはもう今日明日には最初のプロモーションが出ますんでそちらの方でご確認いただきたいと思いますえっ、ー、とね特別価格っていうのは即価塾の塾生さんだけにお知らせするものになりますけども、えー、今月5月31日の株スクールね、えー、私がプロデュースして今あ週刊中年ジャンプのストーンさんが直接の運営とか責任を持って 下さってますけどもこちらの方私もね、最大限支援しつつ、で、そのスクールのストーンさんと FX のプロフェッショナルの私が一堂に会する5月31日21時間のズームライブで FX オリガルヒの特別科学はご案内させてもらいます。申し込み受付はたった3日間です。はい、31日、ライブ放送の後にお申し込みいただいても構いませんし、6月の1、2、3のこの3日間でお申し込みいただいてもよろしいかと思います。お申し込みいただいた方には、 まあ、振込先などお知らせして、えー、今後のことも合わせてね、えー、返信させてもらいます以上ですそれではあ深夜のコソコソ話今日もありがとうございましたちょっと長くなりましたねしいらっしゃい